皆さんこんにちは。歴史大好きやけどあまり詳しくない YouTuber のボッツです。今日は大河ドラマ麒麟が来るの登場人物細川藤孝について一緒に勉強していきたいと思います。この細川藤孝、俳優の真島秀和さんが演じています。細川有斎という名前でも有名なんで、そちらの方で聞き覚えのある方もいるかもしれませんね。ただこの細川藤孝、あまり歴史の教科書には出てこない人物なんで、知らない方も多いかと思います。だからね、一緒に勉強していきましょう。この細川藤孝なんですけど、明智光秀とすごく関わりの深い人物なんですね。光秀の盟友としても有名な人物で、今後光秀と一緒に活躍したり、光秀と親戚関係にまでなる間柄なんですよ。だからこのドラマを見るにあたって、ぜひとも押さえておきたい人物の一人なんです。この細川藤孝は文武両道のすごい人物なんですね。剣術、弓術、馬術なんかの武芸はもちろんのこと、遊泳術にも長けていたり、あとはね、剛力の持ち主だったと言われています。京都の路上で突進してきた牛の角を掴んで投げ倒したという逸話も残っているそうです。あとはね、和歌、茶道、レンガ、蹴鞠、囲碁、料理、猿楽などにも通じていて、特に古今伝授の伝承者でもありました。古今伝授というのは古今和歌集の解釈を秘伝として伝えるもので、当時唯一の伝承者やったんですね。だから関ヶ原の戦いの後、この細川藤孝が助かったのも、当時の天皇が藤孝が亡くなってしまうと古今伝授が途絶えてしまうことを恐れたためだとも言われています。そんな細川藤孝、天文3年1534年4月の22日、三淵春和の次男として京都東山に生まれます。ほんで天文9年7歳の時に細川家の養子となります。その後13代将軍の足利義照に仕えることになります。大河ドラマ今この辺りを描いてるんだと思います。その後足利義照は三好三人衆に撃たれてしまって、その弟の、後の第15代将軍足利義昭が興福寺というところに幽閉されてしまうんですよ。藤孝は兄の三淵藤秀らとともにこの義昭を救出して、当時義昭は将軍ではないですから、その義昭を将軍にしようと兄と一緒に奔走するんですね。で明智光秀の方はと言いますと、ちょっと端折りますけど、いろいろあって朝倉家のとこ行ったりした後、光秀もまた足利義昭に仕えることになるんですよ。ここで光秀と藤孝は一緒に足利義昭のために活躍するんですね。この時期イエズス会宣教師ルイス・フロイスの記述によれば、光秀は藤孝の家臣であったとされています。ここで光秀と藤孝の強い絆が生まれたのかもしれませんね。その後藤孝と光秀は織田信長の力を借りて義昭の上洛を果たし、義昭を将軍にすることに成功します。ただその後義昭と信長の関係が悪化します。すると藤孝も光秀も義昭を見たぎって、ほぼ同時期に信長に仕えることとなるんです。藤孝は信長の下で山城の国長岡一帯、今でいう京都の長岡市とか向こう市あたりなんですけど、この一帯の治行を許されます。そのあたりを治めることとなるんですね。この機に藤孝は苗字を細川から長岡に改め、長岡藤孝と名乗るようになります。その後藤孝は山城淀城の戦いで武功を挙げ、畿内各地を転戦します。越前一向一揆の征伐、石山合戦、紀州征伐などでも活躍し、なんと丹後宮津11万石の大名にまで出世します。こうして信長の下で活躍していた藤孝と光秀なんですけど、
両者の絆をさらに強くした出来事が起こります。1578年、天正6年、織田信長の勧めにより藤高の嫡男忠興と光秀の娘玉との婚儀がなります。当時信長は政略の一種として家臣同士の結婚を奨励していました。忠興と玉を結婚させることによって信長は両家の結びつきを強めようと画策したんですね。その命令を受けた両者はめでたく結婚に至るわけですが、この結婚で注目すべきは信長によって命令が下ってから結婚に至るまでの時間が非常に短いことなんです。その期間の短さが意味するものは、信長の命令ではあるものの、両家にとってこの結婚が望むべきものだったんではないかと考えられます。そうでなければ実行までに結婚への反対の形跡やったりタイムラグが残っていても不思議ではありません。藤高と光秀はこの結婚をむしろ喜んだんではないでしょうか。ただこの両家の結婚があくまでも政略結婚に過ぎなかったのは事実なようです。そのため両家に特別な縁が存在してたわけではなく、この後起こる本能寺の変の後の出来事に影響があったと考えられます。ただね、忠興と玉はとても仲が良かったそうです。2人の間には3人の男子と2人の女子が生まれます。玉は美貌の持ち主で、忠興はこの玉をことさら愛していたと言われています。逸話ではありますが、庭から玉を見た職人の首を忠興が跳ねたという過激なエピソードも残っています。その後明智光秀は近江の国滋賀郡と丹波の国合わせて34万石の大名となり、同時に畿内方面軍の軍団長にまで出世します。この時藤高は与力として光秀のもとに配属されます。この与力というのは大きな大名に加勢するために付属させられたものであり、統一軍事行動を取る際などに配属されました。身分としてはあくまで対等の織田大名同士なんですが、藤高は光秀を支えていくこととなります。それからだいたい2年後ぐらいのことでしょうか。織田家にとって、そして藤高と光秀にとって重大な事件が起こります。そうです、本能寺の変です。1582年、天正10年、明智光秀は主君である織田信長を突如として裏切ります。本能寺で織田信長を急襲、自害させます。まあ、この辺はね、ちょっと端折りますけど、まあ、なんで本能寺が起きたかとか、その前後の話はちょっと端折りますけど、その後光秀は中国大返しによって戻ってきた羽柴秀吉と山崎で戦うことになります。光秀は盟友で親戚である藤高に加勢を要請するんですね。さあ、ここで藤高、どのような態度を取ったのか。なんと藤高は忠興と共に親子で髪の毛剃ってまうんですよ。ほいで家督を忠興に譲って隠居します。ほんで主君信長の喪に服すんですよ。光秀からの要請は断ります。これにびっくりしたのが光秀ですね。もちろん自分に加勢してくれると思ってたんでしょうね。この後何度も藤高に手紙をよこします。提発してもうたことは腹立つけど、まあ、それは置いといて、こういうことが起こってもうたんで、なんとか助立ちしてほしいと。で、次に助立ちしてくれた見返りに摂津一国を用意してるけど、希望があればさらに若さ一国もあげるよと。で、最後には謀反を起こしたのは忠興の処遇を良くするためなんですよ、言うて、そんな書状を送りつけるんですね。ただ藤高は動きません。光秀の要請には応えないんですね。こうなってくると光秀はとても厳しい状況に追い込まれ、結果として秀吉に敗れてしまいます。さあ、藤高はなんで光秀の要請を断ったんでしょうか。主君を討った光秀には誰もついてこないと思ったんかもしれませんね。あるいは昔々は光秀は自分の家臣やったわけですから、その光秀に仕えるのは許せなかったんかもしれませんね。あるいは光秀と血縁関係にはありましたが、それも信長ありきのことやったかもしれません。
ただこの行為が細川家にとっては重要やったんですよ。光秀の親戚やったということで疑いの目をかけられるんですが、まあ、これもねいろいろ端折りますけど、光秀の娘玉、後のガラシャの悲惨な事件があったりするんですが、結果として細川家は存続することになります。ということで今回は NHK 大河ドラマ麒麟がくるの登場人物細川藤孝について、明智光秀との関係を中心に勉強していきました。こういったことをね頭に入れて今後のドラマを見るともっともっと楽しめるんじゃないかなと思います。今後もね細川藤孝の活躍を期待したいと思います。ほなさいなら。